はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はこのマスクを作っていきます。こちら、前々回出させていただいた西村大臣風っていうね 3D マスクですね。 3D マスクの作り方をさらに改定しました。そして、今ねやっぱり夏用マスクが必要ですので、暑い時にこう涼しく感じるですね、その清涼感のある、裏技もここで紹介していきたいと思います。ではですね、その両方を兼ねたこのちょっとかっこいいめのマスクをぜひ皆さんも作ってみてください。では早速作り方いってみます。どうぞ。はい、では素材紹介をしていきます。今回はワイプオール70を使っていきます。はい、こちらがストッキングになります。はい、こちらがセロハンテープです。はい、こちらが両面テープです。幅が10ミリから15ミリくらいのものを使いましょう。はい、物差しとハサミです。はい、そしたら次にマスクのゴムを作っていきます。こちらストッキングですね。ここ2センチでストッキングをこのように輪切りにします。これを2つ作ります。そしたらこの切ったこのストッキングをこう伸ばしながらこのようにすると、これがこれ丸まってちょうどね気持ちのいいマスクの耳のゴムになります。これ両方ともこう伸ばしながらこうやってやってあげるとこう丸くなります。はい、この2つを使っていきます。はい、このワイプオール70はこのように4つ折りになって入ってます。一回広げてみますね。これを広げるとこういうような感じです。はい、これを2つ折りにした状態ですね。この状態で始めていきます。そしたら今回はですね、ここ27センチでカットをして作っていきます。はい、このようにカットができました。ではですね、こちらはこれ後で使います。ではこちらの大きい方を使ってマスク本体を作っていきます。はい、そしたらまず最初にこの両面テープをですね、このように 2,3 センチカットして、ワイプオール70がこのように分かれてる方の下の部分に両面テープを貼りますよ。はい、そしたらこれを剥がしてあげて、でこのように折ります。はい、そしたらここがね、今ね少しここ空いてますよね、もちろんね。だからここも少しだけ両面テープをこう 2,3 センチカットしたら、ここの上からこのように貼り付けて、でここもこのように貼り付けます。はい、そしたらこれをね半分に折りますよ。半分に折ります。よく折り目をつけます。そしたら開いて、この真ん中の折り目のところでこのように折ります。両側から折ります。折り目の線をつけたら開きます。そしたらですね、両面テープをおおよそ10センチこのようにカットして、この両面テープをハサミで半分にこのようにカットします。縦にね、縦に半分にカットしますよ。いいですか。そしたらここの折り目が3つついてますね。その折り目のところをちょうど真ん中だから27センチだから 13.5
この辺りを真ん中にして、まあ、ざっくりでいいんで、このように上に、この線の上に貼ります。もう一個の両面テープもこの上の線ですね、真ん中じゃないですよ、上の線の上にこのように貼ります。いいですか。そしたらこの両面テープをここで剥がしますよ。剥がしたらこの折り目に沿ってここを一回折りますよ。はい、そしたらこの上側も両面テープを剥がしたらここを折ります。こうですね、折ります。はい、ここまでできたら今度はこれをね半分に折ります。いいですか。半分に折ります。そしたらですね、ここよく見ててくださいね。真ん中をこう開きますよ。開いて、このように折ってきます。いいですか。ここね、ここを一度こうやって開いてこのように折りますよ。いいですか。とこうなりますね。これ反対側もここを開きますよ。こうやって開いてあげて、でこのように折ってきます。で上下がだいたい同じくらいになるように、この折り目のところがね、ここがこの出方が同じようになるぐらいにこのように折ってきます。はい、このようになります。はい、そしたらですね、ここを広げますね。広げたらここですね、ここのところをサイドをね、こうやって1センチくらい折ります。いいですか。そしたらここで一回このセロハンテープでここを留めちゃいますね、下側と。いいですか。このように留めてしまいます。したら反対側も同じように1センチくらいここを折ります。そしてここもセロハンテープで留めてしまいます。はい、そしたら今度はですね、ここですね、ここを両面テープでこのようにカットして、ここに両面テープを貼りますよ。いいですか。このように両面テープを貼ります。そしたらこれを剥がします。で先ほど作ったこのマスクのゴムですね、これを両面テープの上に貼って、これを両面テープを折ります。はい、ここの端を折ります。はい、反対側も同じようにします。
ゃあこれを半分にこう折ってあげて、まあよくねここで折り目をねつけときましょう。はい、これで完成です。はい、ではこちら完成したマスクをつけてみます。もうね、前回よりはるかにつけやすいです。うん、すごくいいです。やっぱりワイプオール70はこのつけ心地がすごくいいんですよ。だからなんだ、他の素材と比べても多分これダントツやっぱりいいんですよね。今回はこのマスクの中にスティッチを両面テープで入れてるじゃないですか。だからこの折り目がねはっきりついてすごくねこう使いやすいです。もうかなりクオリティ高いですよ。この 3D マスクはかなりクオリティ高いです。カットした残りの部分あるじゃないですか、この部分をこの口のところにこうやって当ててあげるとさらにフィルター効果が高くなります。そして清涼感っていう部分ですね。それは僕ねいろいろとね試したんですけど、このね発火油あるじゃないですか、これかなり原因、これ薬局で売ってますけどね、原液は強烈なんですよ。なのでもうほんとコップ一杯の水にこの発火油を 1,2 滴垂らしたものでよくかき混ぜたものをここのねこの中のさっきカットしたここに少しだけ染み込ませるんですね。それで口に当たる部分の反対側のところに少しだけこう開いておいて染み込ませて、こうつけたまんまやると下まで染み込んでっちゃうんで、こっち側だけ少しつけてあげるんです。でこう折って、で口に当たらない方の部分をこうやって中に入れてねこうつけてあげるんです。こうするとものすごくこう発火のスースーした感じが出ます。で結局清涼感って多分ねここのスースーする部分で清涼感っていうか空気感が出るんですね。で実際に夏マスクでスカスカで気持ちがいいって言ってる人がいますけど、スカスカの方はスカスカ何でも入ってきちゃいますからね。だからやっぱりフィルター効果を高めておいて、でなおかつ清涼感がある夏マスクっていうのがベストだと思うんですよ。だから普通に今市販で中国製マスクたくさんねもう出てきてますけど、実際に付け心地これ作ってみてください。ワイプオール70のこのマスク、もう市販のマスクなんか問題にならないぐらいつけ心地がいいです。結構今市販のマスクでもこの辺ありませんか。まあそういうのがこのワイプオール70では全くありません。いや本当こうつけた時のこの感触が最高なんですよ。だからぜひ皆さんこれで作ってみてください。それで万が一発火油がねちょっとやっぱり発火が強いよっていう人はよくマウスウォッシュ、マウスなんとかって口臭スプレーあるじゃないですか。あれをねちょっと吹きかけてあげるとあれでもスースーした感じがして、まああっちの方がこの発火油よりは強烈ではないので、そのようにすると良いかもしれません。ぜひねこのつけ心地という部分、夏は特にそうです。汗かきますよね。だからつけ心地っていう部分はもう本当に重要です。なのでそこを重視して作っていきましょう。今回はワイプオール70で作る
つけ心地の良くて清涼感のある夏マスクの作り方でした。皆さんこの動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。あとですね、チャンネル登録をしてくださる方が増えてきてとっても嬉しく思っております。もうね、ほんとこうやる気につながりますので、ぜひ皆さんね、チャンネル登録をして、また次回の動画も楽しみにしていてください。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。これはマジで気持ちいいです。